俺らのアカウントか。そうですね。こんばんは、皆さん。こんばんは。しんちゃお。しんちゃお。しんちゃお。ハローエブリワン。サワディーカー。サワディーカー。大家好。見たよって来ます。いけてるかな。サワディーカー。サワディーカー。サワディーカー。先ほどね、お仕事 LDH の生配信が終わりまして、はい、今僕と龍神でキャスト配信をしてるんですけども、うん、どうですか龍神くん。いや、緊張しました。配信緊張した。だってさあ、ダサイクダットのさ、初めて飛ばしました俺。重心にお願いしてたのにさ、全然出てこない。なんだ、ね、どうやってやってたんだろうあれ。多分飛ばしてたんですよ。いい、知ってるよ。1個早かったもんだって。俺多分生配信とか緊張してるんですよ。そうそう、だんだん重心の顔が赤くなっててたから。いや、やばいっす。メンバーだけだったらあれなんですけど。うん、まあ確かにね、なかなかない機会ですから。なかなかない機会、緊張するし。慣れていかないとね、これからね。でも、みんな見てたよって言われますよ。ありがとうございます。ハロー。センシャオ、シンチャオ、ニハオ。前流量って書いて言ったもん、流進と量がってこと。Thank you so much. Thank you. よかったって書いてるよ。よかったね。Thank you, thank you. でもね、なかなかないメンバーの皆さんとジャスライクダッドできたので、僕らめちゃくちゃ嬉しいです。だから俺もこれからアーカイブ残ったら切り取ってあげてくださってもいいということで。うんうん、やばいね。You guys are すごい。みんなで踊ってるのが良かった。よかったって。やっぱなかなかないですかね、こうやって集まる。うん。で、これもだから要はこの動画もアーカイブに僕たちがこの後乗っけたら切り取って使えるということで。素晴らしい。あ、すごいね、それね。なかなか今までと違うんですね、うんうん、まあ、公式的にちゃんと OK になったということ。うん、まあ、日本の皆さんも海外の皆さんもある意味切り取って動画くっつけて楽しむのもありです。そしてだから見えなかった方もその切り取りで見てくれるって方が増えるかもしれないです。うんうんうん、今日誕生日、おめでとう。おめでとう。CL も使えるってことですか。ですかね。ですか。詳しくはガイドライン。ガイドライン来た。詳しくはガイドライン。CL のアーカイブは。あ、だ、キャスか。あ、そうだ、キャスはそうだ、そうだ。やばいね。これからバイトだよ、頑張って。やったやった。合わせの場所。やったやった。やったやった。大工さんが来てくれましたよ。これサイキックの今サイキックのアカウントでやってるんですよ。で結構今エリア1とかだと結構海外の皆さんも見てくださってるので、ハロー大輝さんです。大輝さんです。サオリカー。サオリカー。サオリカー。あ、大輝さんなんでもあれですよね、タイ語。はい、タイ語やってる。こんにちは、サイキック。僕あの TikTok のやつ見ました。あ、ありがとうございます。見ました。僕インディーティナイルウィン。はじめまして。はじめまして。すごい、やっぱサイキックの配信になると海外の人を見てるんだね。結構見てくれてます。あ、サワディーカー、そうですね、タイ、タイおいでって書いてます。タイおいで、グイグイ。キャス配信みたいなのはすっごい苦手で。あ、そうなんですか。生配信みたいなやつは全然大丈夫。うん、一人で何か喋ってくださいっていうのも本当に苦手で、超レアだと思う。ありがとうございます。レアな出演だ。楽しかったよね、でも今日。楽しかったですよ。1時間あっという間だった。確か1時間やってましたね。あそこにもちょっとお客さんいるのに呼んできますね。来た来た来た。お客さんでーす。サビカー。さすが、さすが。あ、すごい贅沢なキャスト配信になってしまいましたね。なかなかないですよ、新ユニットみたいな。新ユニット、確かに。髪色をみんな使用する。確かに。なかなかない。すごい、本当に。海外の方が多い。はい、ウリいる、来てくれましたよ。こんにちは。え、こんにちは。こんにちは、サワディーカー。サワディーカー。サワディーカー。やっぱ、リールの子たちは僕らなかなかこう、ほんまに、まあ、今日の配信もそうだし、うん、この前も TikTok 一緒に撮ってみたいなぐらいなんですよ。うん、あ、そうなの。はい、だから嬉しいです、本当に。はい、たっちゃんって読んだ方がいい。たっちゃん、ぜひ、この読み方は。たっちゃんって読んでるけど、たっちゃん君とはたっちゃん。え、たっちゃんなの。たっちゃん。イントネーション的に。多いのはたっちゃん。
タッチャン。で、少数派がタッチャン。タッチャン。タッチャンにしよう。タッチャン。タッチャン。ハイバーニックネーム。確かに。ハイバーめっちゃハイバーです。ハイバー。ハイバー。自分のことハイバーって可愛い。リアルにそうなの？はい。リアルに。大阪は。そう、あのね、一回だけね、TikTok 撮ったことあるんだけど、多分覚えてくれたいな。いや、めっちゃ覚えてますもん。めっちゃ覚えてますもん。多分、ついくんも一緒にいるんですけど、多分俺らのこと知らんのやろうな。怖いっすね、今。めちゃめちゃ覚えてます。はい。よかった、決まった、よかった。ニックネームは決まった。よかった、よかった。どうだった？どうでしたか？あんまないよね、なんか。いや、全然ありで。全然なかった。リル自体ではある。生配信番組みたいな。生配信自体。まだ全然もう新人なんで、すぐ問題のことしか言わない。キャスやってるイメージあるよ。なんか、ネオエグザイルの結構。あー、でもソロのキャスは結構多いかもしれない。どうだった？楽しかった？めちゃくちゃ楽しかったです。何言うかで、すごいもう汗をかきながら。めっちゃすごい。実は後ろでめっちゃ汗かいてます。動いてないのに。ラモスルイさん、かましてた。素晴らしい。やっぱ関西が多いんで。あ、そうなんですか。メンバー半分関西人なんで。うんうんうん。鍛えられてます。じゃあ福岡で、ハイバが大阪。ハイバ大阪です。かわいい。かわいいな。もうだって学校とか行ってもさ、モテるキャーキャーみたいで。そんなことないんです。じゃない？はい。そんなことないんですよ。いいよな。いいよな。若いっすね。ツアーはこれから、そうそう、対バンっていう形で、そうなんですよ、今月から始まるんですけど、今月か、今月もう9日後に初日千葉で、あ、じゃあ僕らより、あ、ユシンなんでもちょっと、今日も日中リハしてたんでしょうね、今日、あ、昨日は通しリハをして、通しリハしてた、今日はそれぞれレッスンだったり、うんうん、僕らと一緒です、僕らも18日からなんで、おお、すぐじゃん、すぐですね。みんなライブしてる。海外からのコメントが一気に増えました。すごい。なんか変な感じです。変な感じ。英語がでこれぐらい緩い。そうですね。いや、そうですね。集まった。すごい。もう集まんないでしょうね、この5人。そうですよ。結構激レアですよ。なかなかないですよ、この5人。バランスいいな。バランスいい。確かに。またやりましょうね、これで。ぜひぜひぜひ。大輝さんが集合って言ってくれたらみんな来るの。本当に？はい。先輩の断れない。断れない。断れない。もう、同じ匂いがする。もう、何してでも集合ってとりあえず行くんで。とりあえず行くんですよ。その気持ちが大事。なんかちょっとコメント読む？はい。質問あるんですかね？ユニット名なんですか？ユニット名なんだ。いや、むずいよ。これはもう決まってますよ。決めてくれる人が。たっちゃん、たっちゃんが爪痕残してくれます。あれ、めっちゃ、あれ、そうだ、そうだ。今日、はい。バラバラだ。バラバラ。確かに。難しいな。え？逆に募集しましょうよ、じゃあ。ぽいぽいやつ。この5人を見て、合いそうなユニット名ください。何がいいんやろ、何でもいいですよ、採用するので採用したところで次俺たちの活動がどうですよ、それはもう CL さんにお願いして、そうだね、でもあれも来てました、今 BOT も楽しみって、あ、そうか、そうだ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 、記者会見、記者会見ね、記者会見やネオたちも、そうなんですよ、今年から初めてじゃない？いや、公の場でみんなが集合する。いや、そうそうだよね。めっちゃ多いだろ。確かに。めっちゃ多いでしょ。めちゃくちゃ緊張だ。一個いいの見つけたいけど。何何？ヨガ的。僕的ですか？多分みんないい感じに髪色もバラバラなんですよ。多分背丈もバラバラなんですよ。デコボコフレンズ。デコボコフレンズ。デコボコ。同じでいいんだ。デコボコフレンズみたいな感じで。アニメありそうだな。ちょっと面白いな。センスいいですね。いいね。デコボコフレンズいいですね。ヨガとユーシーなんかコンビ名みたいなのある？ヨガシ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 カナブラとかもある。カナブラでそうです。そのままなんです。それ覚えたんだよ俺。去年の生配信。あ、そうですね。よくよく言われます。ありがとうございます。カナブラ。カナブラ。
え、あるの？結構ありますよね、グループ内でも。ある？ありますね、ペア。この二人はペアみたいな。こうだったら、タツモモとか。あ、かわいい。モタツみたいな。モテツ。セナタツから。あ、セナタツもなんか聞いたことあるな。そこからもういろんなペアができて。なるほどね。ありますよね、どのグループも。タキさんもあるんですか？うちも結構、ソタタイとか、セタイとか。あ、確かに。ソタタイ。あ、そっか、あれだ。ネオの子は SNS 活動で、そうなんですよ、ね、言わせていただいてます。育大ペアでしっかり言わせていただいてます。やっぱあるんだ。ありますね。あるんですね。覚えやすいですね、なんか。ケミって言うらしいです。そうね。ケミ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 。そのグループ2人コンビみたいな。化学反応。そうですね。ケミって。みんなケミ好きみたいな。優しいよ。初めて。僕らでも知らなかった。知らなかった。初めて知った。ケミ。名前あった？コンビ、コンビじゃないかな。コンビ。多分ですね、脱線してしまった流れで、流れまくって。ここの今いる5人でファンの皆さんが食べてやつ。確かに、それも面白いですね。両合体とかありました。両合体結構リリーベで、僕たちのリリーベで、りょうくんと大輝さん顔が似てるっていう。これは、マジで。生配信一周しかやったよね。その時からね。そう、両顔も似てるし。髪の色の感じとか、まあ、確かにリリーベでよかった。そうなんだ、うん、よかった。よかった、いいな。よかった、よかった、いいね。チーム友達になる。チーム友達流行りだからね。リミックスを5人で。いや、いいですね。あ、じゃあそろそろ次があるということで。なるほどね。すいません、ちょっと急に配信したんですけども、はい、皆さん来てくれました。ありがとうございます。なのでぜひこれからたくさんね、切り抜き動画も使えると思いますので、うん、僕たちと一緒に、広げていってもらえたら嬉しいなと思っています。お願いします。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お仕事してください。お仕事してください。お仕事してください。また配信あると思います。5人でデコンコンデコンコンデコンコン。大輝さんお願いします。集合って言ったらいいでしょ。集合って言ったらいい。集合って言ったらいい。ありがとうございました。